石川県立図書館は石川県金沢市本納町三丁目にある県立図書館石川県教育委員会の所管施設である地上4階地下2階建ての施設で閲覧室は3階に設けられているまた書庫は2階より下に設けられている図書の貸し出しにおいては石川県在住者及び通勤通学者のほかに富山県福井県岐阜県愛知県 三重県在住者も利用可能となっている。石川県立図書館では休館日を祝日や月末に設定している。これは石川県内だけでなく近隣の北陸地方の公立図書館でもほとんど実施されていない。祝日を特定の月曜日に移動させた、いわゆるハッピーマンデーも例外扱いとなっていない。4階には第1研修室が3階には自習室や 新聞コーナーなどが2階には県民交流室などがある。エレベーターは業務用を含め4機ありすべて三菱製1機はリニューアル済み1948年7月に7尾、同年12月に小松、1950年には鈴、輪島、穴水、中島、白衣、都議河北、松東、のみ、加賀に各文館を設置、同年8月に 石川県立中央図書館と解消した。1966年に石川県立図書館と解消した後、1982年に全文館を廃止した。石川県立図書館は国内の県立図書館の中で4番目に古く老朽化が進んでいる。また、延べ床面積は全都道府県の平均の半分以下となっている。石川県は2016年に 金沢市本田町の現在地から、金沢市省建野の旧金沢大学工学部跡地への移転を決定した。2018年には移転構想をまとめ、新図書館の建物を円形に配置した円形大閲覧空間に整備する方針である。また、開花図書数を現在の約11万冊から30万冊、閲覧席数を現在の73席から500席ほどに増やす。 新図書館の設計は、環境デザイン研究所の千田光が携わり、2019年に着工する予定となっている。ありがとうございます。